はいどうも、古田理太です。今回は音の改善、フレーズの歌い方、タンギングについて言及したレッスン動画です。どうぞお楽しみください。それではメンバーシップ動画のスタートです。はい、じゃあ今日は何をしましょうかね。今日は、私も本当に自分の音が嫌いで、薄っぺらいというか、すごいコンプレックスで、それを見てもらいたいなと思ったのと、あとタンキングとかが全然できなくて、そういう基礎的なところを見ていただきたい。わかりました。じゃあ、まあ音とタンキングとかそこら辺ね。はい、わかりました。はい、じゃあ聞き出しましょう。はい、じゃあね、まあ、有名なそのカルベン乾燥曲でちょっと、ちょっとこれ一回吹いてみましょう。テンポはどのくらいでもいいので、自分の吹きやすいテンポで吹いてみてください。はい、音自体はね、そんなに悪くないと思うんだけど、もうちょっと息が流れていく感じがするといいかなっていう感じがするとね、で、ちょっと前、アンブッシュアの前の方が少し閉じてる感じの音がしちゃうから、なんだろうな、っていう感じの音になってるから、そこをね、取り除いてあげると、別に息の入り方自体は悪い気はしないから良くなると思うんだけど、今さ、なんかこれ動画でも私言ったんだけど、なんか吹いてる感じで聞こえるのね、あのろうそくを吹くやつとため息を吐くっていう動画をまあ最近出したんですけど、なんかっていう感じでやってるから、できればアンブシュアも形だけ作っちゃって、でっていう感じのね、息が入るとまあ結構流れるっていうかいい感じになると思うんですけれども、で、そうだな、今歯と歯を離すっていうのをちょっとやってみる。上の歯と下の歯を、ってちょっと離して、離し気味で吹いてみるっていう感じなんだけど、それだけでだいぶ違うな。いや、最初めっちゃ緊張しちゃって。あ、なるほどね。さっきのはもう全然本調子じゃなかったね。本調子は全然。よかった。じゃあもう一回やってみようか。Thank you.
ありがとう。うん、確かに、ね、緊張がほぐれて良くなりましたね、今日はね。うん、そう。で、自分の、なんだろう、音があんまり好きじゃないっていうふうにさっき言ったときに、どういうところが好きじゃないの？私結構、うん、コンサートとかそういう演奏聴きに行くのが好きで、うん、こうフルートとか、あとレッスンの先生とかの音とかも聴いてるんですけど、うんうん、それ聴いて、あれ私の音って薄っぺらくないみたいな。あー、なるほどね。はい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 。なんかダメじゃないみたいな感じで、うんうん、ずっとコンプレックスで、うん、そう、なんか音質自体は悪くないね、はいはい、うん、音質自体が悪くなくて、でなんかそこにプラスでなんか息を操作して表現するっていうのができると、はい、多分その薄っぺらいっていうのが多分解消されると思うんだけど、はい、多分その薄っぺらいって言ってるのが、はい、多分音自体じゃなくて表現自体のことだと思うのね、はい、だから聞いてる音自体はそんなに、あ、なんか薄っぺらい音だなとか、はい、悪い音だなっていうふうには聞こえないのね、はい、そう。だからなんかその今一番気になるのは息の流れ方なんだけど、そう、ちょっとね、まあこの曲で申し訳ない申し訳ないんですけど、ありたりたりりたりだなっていうその、まあ、1,2,3,4,5,6,7 拍あるじゃないですか、はい、うん、それをまず1回ここを吹いてると思って、はい、ミの音で7拍吹いてみます。だからミをまっすぐ伸ばすんじゃなくて、はい、リタカタカリタカタタって吹いてると思って、はい、その形を出してあげる、はい、そのラインを出してあげると思って、はい、最初の音で吹いてみます。っていう感じで、はい、一回それで吹いてみましょう、はい、ミの音。せーの。その息をまんま使って指通り吹いてみましょう、はい、うん、ちょっと違うと思わない、はい、うん、そう、今この指が変わるやつとか音が高くなるやつに合わせて、はい、っていう風な確かにしちゃってるんだけど、はい、そう、それがね、一番なんか普通に吹いててぎこちなく聞こえる、はい、うん、で今そのミ単体でそのまっすぐ伸ばしてる時は結構自然な流れに聞こえたから、はい、本当にそのまま同じ息を使ってみてほしいんだけど、はい、もう一回あのミでまっすぐ吹きましょう、はい、せーの、そう、だからなんかさ、まあ、今こうやって起伏をつけてくれたけれども、はい、ミの音だけでそんなにっていうカクカクはしなかったじゃないか、はい、滑らかについてたでしょ、はい、その緩急っていうのが、はい、で指が足されたとしてもそういう風にやってほしい、はい、うん、ちょっとそういう風に指通りやってみよう、はい、そうでね、ミはこれ上げるからね、はい、そう、はい、そう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 、うん、それだけで全然違うからね、はい、そうで一番最初に吹いてたその感じっていうのが、なんか息の出し方っていうのがなんか最初のミ単体で吹くと、はい、ここからここまで息を持たせてちゃんと一つのラインで吹こうっていう感じになるんだけど、一番最初の吹き方は本当にイーハイーハーハーハーっていう、なんかもうその音を単体に当てに行くみたいな、そういう感じになっちゃうと、はい、どうしてもそのフレーズとかメロディーっていうのが作りに行きづらくなるんですよ、うん、しなんか息も全然その向こうを見てなくてずっとここになんか当て続けるみたいな感じになっちゃうから、はい、そんなにいい音にならないのね、はい、うん、だからそう音自体は悪くないんだけど息の出し方、はい、送り出し方がなんかそういう感じになっちゃってるから、はい、ちょっとそういうあんまり良くない表現ができてないっていう感じの聞こえ方になっちゃうのね、はい、じゃあ、まあ、冒頭うまくできたので今度はシドレミレドソーソーシーサーファーワーをこれを吹いてるって思ってまずやってみます、はい、シの音だけで1,2,3そう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 、だから息の流れとしてはそれが自然だよね、はい、うん、じゃあ今度は指を足してみましょう、はい、
ったけど、はい、最後あーえーっていう出し方しちゃったね、はい、もう一回やってみよう。そうあーえーひーってなんか足しちゃったの分かったでしょ。はい、わかりました。そう、それをしたくなる気持ちわかるんだけど、フルート的にはしない方がこういう曲はレガートすごい聞こえるから、もう一回だけじゃあ C でやってみましょう。はい、メンバーシップ限定のレッスン動画の無料公開はここまでです。続きが気になる方はぜひメンバーシップ登録してくださいね。概要欄の方にメンバーシップ登録用の URL を貼っときますので、ぜひそちらから登録してください。またねー。